はいどうも、タクタクです。本日はこちらのホラーゲーム、ナイトアパートというゲームをやっていきます。作者さんが内藤さんというお名前なんですけど、その人のアパートなのかなわかんない、ちょっと関係ないかもしれない。行きましょう。私は鈴原ほのか、サンリオオカルト雑誌のライターだ。ほう、今日からアパートに引っ越してきた。バス、トイレ別、空調完備、 Wi-Fi あり、敷金礼金なしの都内、駅地下4万という超掘り出し物件である。おすげえ安いよ。事故物件でしょ絶対もちろんこんな条件の、賃貸が何の問題もないわけがない。ここは都内でも屈指の事故物件だし。なるほどね、そういうことね。まあ事故物件という映画がね、あの松原谷さん原作の、ね、流行りましたからね、亀梨君主演の。実際不動産屋からも説明があった。さやは私の部屋では何も起きていないようだが、本当かよ。自殺事故事件が多発することで建物全体が心理的貸物件になってしまったという。だが、あいにく私は怪奇現象を信じていない。オカルト雑誌を作っているからなおのことだ。いや信じてないのに世に溢れている怪談話は全て偽物だと嫌でも分かってしまうのだから仕方がない。まあ、実際取材していくうちにそんなことが起きないからみたいなことかな。そんなわけで私はこの部屋に即決した。事故物件も気にしなければただの、お得な部屋になる。上司はこのアパートを記事にしろとうるさいが、まあ生活のついでに取材をして面白おかしく書いてやれば満足するだろう。さて引っ越しの挨拶に行きますか。あ、女性なんだ。なるほど。ほのかさん、あそこ最初ほのかって言ってたよ、ね、すっかり忘れていく。トイレセーブしまして、持ち物はなし。なるほど。どうすればいいのかな。こんな感じ。灯籠があったりとか。まあ、あれですね。安アパートっていう感じがしますね。どうすればいいんだろう。仕事行けんのかな。取材的なこと。あ、こっちか。104号室。あ、誰かいる。大家さんだ。こんにちは。今日引っ越してきた方ですね。こんにちは、はじめまして。202号室に、越してきた鈴原です。どうも、私はこのナイトアパートの大家です。わからないことがあったら何でも聞いてくださいね。ご丁寧にありがとうございます。これつまらないものですが引っ越しそばです。あ、そばなんだよね、やっぱね。ありがとうございます。いただきますね。このアパートの大家か。なるほど。何か面白い話が聞けるかもしれない。そのうち取材を申し込んでみようかな。それでは私はこれで、これから、よろしくお願いします。あ、最後に2つだけよろしいですか。2つも。はい。まずうちには屋上があるんですが、危険なので行かないでくださいね。屋上があるような構造に見えないけどな。よく近所の子供がいたずらしに登ったりするんですよ、鍵をかけているのに。それから最近妙な噂を広められて困っているので、アパートについて変に調べるのはご遠慮いただきたいです。はあ、わかりました。ってことは取材できんじゃね。考えてることバレちゃったかな。屋上、こうやって上がることかな。こっちから行けるの。あ、行ける。で、これ自分の部屋いいのかな。200に、あ、入りましょう。今日はもう休もう。2日目。なんで毎回夕方、編集長も記事かけかけってうるさいんだから。さて今日はアパートの日に、人に聞き込みするかな。ここの人とか201号、ここは訪ねたくないな。なんで。まあ、隣だからか。ここは大家さんか。こんにちは大家さん。鈴原さん、これはどうも。アパートについてちょっと聞いてみるか。一つお伺いしたいことがあるんですけど。何でしょう。このアパート怪奇現象が起こるって本当ですか。聞くなって言ってたのに、なぜそんな質問を。ちょっとコンビニ挟んだので、まさか本当じゃないですよなーって。本当じゃないよなーって。申し訳ないのですが、私から何もお話しできません。それって実は本当ってことですか。さてどうでしょう。目が赤くなった。他の入居者さんも迷惑になるので、あまりそんな言うことは調べないでいただきたいのですが。言ってたよね。調べられない。いないのかな。
大家さん目が真っ赤っかだったけど、疲れてんのかな。絶対違う。あ、誰かいる。話を聞く。あなたこのアパートの子、はじめまして。こんにちは、お姉さん誰？私は鈴原ほのか。昨日201号室に201号室で、ね、に越してきたの。201号室ふん、頑張ってね。どういう意味かな。昨日言われたのよね。このアパートちょっと普通と違うから慣れるまで大変だと思う。それってここが曰く付きってことと関係あったりする？うん、ここちょっとおかしいから変な、お話たくさん聞くよ。詳しく聞かせてくれない？いいよ、いろんな話があるけど、例えば小屋のお話。うわ、神長。この奥に古い物置小屋があるんだけど、誰もいないはずの小屋の中に女の子が、女の人が立ってることがあるの。顔が異常に長くて、全身真っ黒な泥みたいな色をした人。黒い顔の中で目だけははっきりこっちを見てるってわかるの。その人とは絶対目を合わせちゃいけないんだよ。でもたまにその人の目を見ちゃう人がいるんだ。見るとどうなるの？死ぬの。今朝大家さんが見ちゃったの。あ、赤くなってた目。だから大家さん死ぬと、大家死ぬと。こんな場所あったんだ。物置小屋かな。なんかいろいろあるけど、古びた小屋の扉だ。鍵がかかっている。開かない。まあそうか。うん、こういうのってでも植木鉢の裏とかに鍵があったりするんだよね。本当にあるんです。こんな、そんなとこ隠すよみんな。俺怖くてそんなとこに隠せれないんだよマジ。これ屋上行けるって言ってたの。そういえば、あ、行けないよ。205204。うわー、何、向こうから声がした。どうしたどうした。あ、大家さん死んでる。大家さんが。あなた何してるの？うるせえ、こいつ、こいつが悪いんだ。いつもいつも俺を見下したような目で見てきやがって。死ね、もっと死ね、何度でも死んじまえ。ちょっとやめなさい。嘘でしょ、何この状況。大家さん息してない。こいつの目、こいつの目が、うわー。大家さんは助からなかったでしょうね。201号室の男性はしきりにあいつの目がムカつくと言いながら連行されていった。こんなことが起きるのがすでにおかしいのだけれど、もっとおかしいのはこれを見ても何の反応も示さないここの住人たちだった。3日目。はあ、体がだるい。疲れてるのかな。なるほど、こういうことがいっぱい起きてるわけですな。201号室、誰もいない。まあまあ連行されましたから大家の血がまだ残ってる。昨日の結婚だ。そんな残ってるもんかよ普通。101102。いじまるさん、こんなとこにゴミ袋置いちゃいかんよ。カラスに荒らされるで。105。屋上には行けない。早々に大家さん死んだけどいいんかな。人の気配がしない。空室なんだろうか。私の住む部屋以外空きはないって話だったけど、あ、塞がってる。塞がっとるわ。どっか違うとこ行けんの。あ、行ける。切り見る。あそこの親が殺されたみたいで。また、いやね、物騒で。またどういうこと。話を聞く。ちょっとすいません、私ジャーナリストの鈴原と申します。よろしければ今のお話詳しくお聞かせ願えませんか。あんまり気分のいい話じゃないわよ。ナイトアパートの親死なないのよ。どういうこと。どういうこと。いいえ、正確には何度でも死ぬかしらね。あの大家、事故でも事件でも死ぬたびにキャロッとした顔で戻ってくるのよ。もう気味が悪くて、ここの近所じゃみんな嫌ってるわ。死者が生き返るってことですか。にわかに信じられませんが、信じたくなくても本当なのよ。みんなこの目で見てるわ。あなた、この辺りの方ならそのうち見れるわよ。ああ、やだやだ。いっそ本当に死んでほしいわ。気持ち悪い。ありがとうございました。やべえな。嫌になるわね。
やべえ話聞いたな。あ、ファミリーマートとセブンイレブンが合わさったようなコンビニ。入れるのかな。あ、入れる。こんにちは。あ、こんばんは。かも、いらっしゃいませ。なんでここ、え、なんでここ入れたの。 ATM でお金を下ろす ATM だ。そういや、そろそろ財布が寂しくなってきたな。僕は割とカードとかあれですからね、後ろ差し売り切れてる、あのスマホ決済対応するんで、最近お金は月に1回下ろせばいいかなって感じかな。あんま使わんくなったな ATM。 昔なんかも結構頻度高かった。手数料も取られるし、そんなことは関係ないけど、まあ今の話聞いたらなんか戻っちゃってもいいのかなって。あ、誰かいるよ、誰かがいるよ。君だ、あれ。話を聞く。こんにちは。あら、昨日の方ですね。あなたも昨日の現場を目撃しましたよね。なぜそんな落ち着いていられるのですか。いつものことですから。大家さんが死ぬなんてよくあることすぎて今更驚きませんよ。不死身の大家、わけがわからない。人が死んでいるのにそんな。冗談、冗談じゃないですよ。まあ実際見ないと信じられないでしょうが。そうだ、こんな話ご存知ですか。お、何。このアパートの屋根にはたまに行列ができるんです。たくさんの人影がゾロゾロ順番待ちするように並ぶんですよ。そして先頭の人が飛び降りる。列の者たちは次々飛び降りていくんです。自分の順番が来ると必ず。たまに本物の自殺願望者が混ざってますが、ほとんどは飛び降りた直後に消えてしまうんですよね。どういうこと。今日もそろそろ。うわ、え、キャー。ああ、ほら、やっぱり大家さんですよこれ。嘘でしょ、何これ。大家さん昨日亡くなってるはず。だから言ってるじゃないですか、大家さん生き返るんですよ。今また死んじゃいましたけど。なんであなたはそんな落ち着いてられるの。おかしいでしょ。警察、救急車。無駄ですよ。警察の病院もまともに取り合っちゃくれません。放っておけば明日にはまた生き返ってますよ。紛れもなく大家さんだ。死んでいる。体がまだ温かい。救急車、電話しなきゃ。震える指で電話をかけた。住所や現場の状況を伝えると、電話口の相手は心底面倒そうにため息をついてこう言う。またですか、と。4日目。強制終了 !4 日 !3 日目。ほのかさんがもう、だいぶ顔色が悪くなられておられる。これで？また結婚あるよね。なんかだんだん塞がってんだけど、嘘。昨日までこんな木生えてなかったはず。声がなくなってる。なくなってんの？屋上は？行けずだよね。調べられない。あ、部屋に戻るってこともできるんだ。なるほど。なんかエンディングがね、全部で4つあるっていう話だったんですよね。そういう分岐の仕方もあるみたいですな。まあ、どうやって分岐してるかは謎ですけども。こっちか。人気がない。お、誰かいる。知ってるか？ナイトアパートが建ってる土地は昔陣地だったんだ。当時の大地主がそこの、地主夫婦を気に食わないってだけで殺しちまったのさ。神主の獅子を思いで奥さんには乱暴して神社に火を放って焼き殺したんだ。やばいね。だからあの土地は殺された神主夫婦の恨みで呪われてるんだぜ。大地主は後々家内もろとも苦しんだらしい。あそこの大家、その大地主にそっくりだって話だよ。全部あいつのせいなんだ。なんだろうこの男の人、急に聞いてもいないのに。え、どういうこと。いつの間に閉店してたの。なんもない、空っぽ。どうしてこのコンビニがこんな目に遭わなきゃいけないのか。なぜなんだ。
どういうこっちゃ。まあ、この話を聞いた後に、アパートに戻ると、あ、いた、大家さん。こんにちは、鈴原さん。随分お疲れのようですね。え、大家さん、なんで、大家どうしました？顔色が優れませんが。いや、来ないで、すみません。ご気分を害してしまいましたね。くれぐれも妙な調査をしないでくださいね。私、急いでますから。何なの？何なの？ここは。もういや、こんなところ住んでられない。早く出て行かなくちゃ。たたたた。ということは、まあ、特に他に、こっちにも行けないし、こっちにも行けないんで、まあ実質に戻るっていうことでしょうね。部屋に戻る。頭がぼーっとする。忙しくて疲れてるんだ。寝よう。寝れば治る。まあ確かにそういうこともある。ふう、記事はこんな感じでいいかな。ここでミッキーしたこと本当にあったのかな。にわかに信じがたいけど。オカルトなんてフィクションよ。今までのことも何かの間違いだわ。さて、編集長にメール返さないと。誰か来たぞ。はーい。あれ、誰もいない。いたずら？全くやめてほしいわ。さて、メール、メールっと。笑われてるで。何？今の。あ、あれだ。見たら死ぬっていう。え？あ、死んだの？お、死んだ！エンディング。あ、ちょっと待って。ね。あれで一つのまあエンディングですよ。つまり。そうなんだけど、いいエンド弾きたいですよね。いいエンド弾きたいよね、これはね。でももうこれは、あのエンド以外分岐しないってことかな。わかんないけど、すげえおもろいぞ、このゲーム。大家がなぜ、キョロッとしてんのか。でも多分、ないよな。この土地は昔から、ここで一体も全部。もうどうしようもないもんね。ノイズが聞こえる。通じないようだ。なんかもっと調べるといいことあるのかな。いや、ちょっとこれは次回要検証かもしんないですね。血生臭い。壊れている。いや、なんかもうここから分岐しない気がするな。ちょっと、他のエンドを次回引きましょう。あと3つあるみたいなんで。まあ、全部回収しないとしても、何かこう真実にね、たどり着けるような、そういうエンドをちょっと引きたいと思います。引きたいというか、いや、なんとかね、攻略したいと思います。というわけでご視聴いただきありがとうございました。あ、よく見たらさ、大家さんの足も腰あたり、なんか覗いてる。今気づいた。というところでね、じゃあ次回は、違うエンドを頑張って探していきたいと思います。それではまたね、したっけ。